はい、どうも、メンヘロジさんです。おはようございます。今日は日経平均反発するだろうなと言われているんですけども、まあ、なんといっても塩野義だと思います、今日は。塩野義に人も物もお金も集まるだろうなと思ってて、まあ、今、現在ですね、8時過ぎなんですけども、もうストップ高つけております。で、まあ、ストップ高つけてると言ってもですね、ごめんなさい、私、なんだ、あっちの方、PTS の方は見てないんで、あれなんですけども、まあ、それでも、まあ、8000は超えてくるだろうなっていうのは、まあ、見えますね。はい。まあ、どうなんでしょうね。7900円だったから、まあ、そこからスタートになるかもしれないですけども、少なくとも、出来高と、売買代金は、まあ、3本の指には入るかな、というところでございます。はい。まあ、そうですね。まあ、中長期で見たら、やっぱり1万円を目指すかなとは思ってますけれども、まあ、これからですね、どういう形で、こう、まあ、コロナの広がり方にもよりますし、コロナ、言ってしまえば、なんか今がピークみたいなことを言ってるけども、まあ、そんなことは当然なくて、まあ、ワクチン接種してない方もいたりとか、コロナワクチン疲れの方も一定数いらっしゃるので、まあ、そういう人たちのために、まあ、あるいは感染拡大した時のためにですね、やっぱりこう提供できる薬があるということだけでも安心材料になりますし、その安心材料が刺激されると、また、塩野義の株価が上がるという可能性も十分あり得ますというところなので、まあ、下値が8000円ぐらいかなというふうに見てます。で、上値は、まあ、1万円、まあ、高い人は2万円とか言ってる人もいますから、いますけれども、そこまでそんなに追っかけるとですね、過熱感があるので、そこまで行くとまあ注意かなというところなんですけど、少なくとも、まあ1万円を、行くかどうかは分からんけれども、行きそうだなみたいな空気感は出るかもしれないなというふうに思ってございます。まあ、誰目線で喋ってねんって話なんですけども、まあ、ホルダー目線というところですかね。まあ、個人的には100万いったらもう1回打ってもいいんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、車の代金が、150万、必要らしくて、ね、年明けに、まあ、12月末ぐらいに売ればいいんじゃないかなと。まあ、特にそのNISA、来年度のNISAが始まるタイミングですよね。12月26か27ぐらい、に新しくNISAで買い付けようかなっていう方も、まあ、一定数いらっしゃると思うので、そのタイミングで手放すっていうのも一つの手かと思います。が、中長期で楽しみたいならですね、まあ、もうしばらく持って、このコロナの第8波、超えてですね、まだどうなるかわからんと。まあ、これからの、だからその、富士フィルムのアビガンみたいな形になってくると思うんですね。インフルエンザの、まあ、対処療法としてですね、使われる可能性が結構高いと。ただ、一部界隈では、このぐらいの成分で、言うたら、一時受けでですね、ゾコーバを出すっていう、医者はやぶ医者だみたいなことを言うてる人もいるんで、ごめんなさい、効果のほどは僕もそこまでわかんないです。認証が降りたということは効果があるというふうなんですけども、じゃあ最も効果があるのはどれかと言われたら、やっぱり予防注射やったりするのかもしれないんですけども、その辺のところはちょっとよくわからないんですが、経口薬っていう形で、取ることによって、やれるというのはやっぱりでかいと思うんですよね。はい。なので、まあ、今後というか今日、とりあえず、まずは期待してます。はい。以上です。